はい、11月の5日に、はい、復帰戦を控えました、ね、言った小波選手、はい、はい、さっき話した通り、はい、復帰の対戦相手が決定しました、はい、スターダムの北条海里選手、はい、聞いて感想はいかがですか。はい、スターダムの北条海里選手ということで11月5日に復帰戦が決まったんですけど、前回の記者会見の時に、私が代表にまだ当たったことのない女子の選手と対戦がしたいということを、言いまして、で今日北条海里選手っていうことを聞いてすごいびっくりしました。全くスターダムさんと今まで関わりがなかったっていうのと、スターダムのしかもスター選手である北条海里選手、まさか決まるとも思ってなかったですし、想像を超えてたのですごい驚いたとともにワクワクしてます。と絶対負けません、はい、といろいろ体調のこととかでもご心配をおかけしてすみませんでした。今この通りすごい体調もいいですし、復帰戦に向けて練習も頑張ってます、復帰戦ではがむしゃらに立ち向かっていくので、ぜひ応援してください。And aggressive sounds. These cunts just don't know nothing about clubbing the late night raves. So let me tell you this, motherfuckers. Not everybody listens to Mr. Williams. When my generation party.